このパンデミックはかつてないほど急速に広がっています。ボートたちが街中を歩き回り放火して、当局は今夜再び暴動の対策を。建物は燃え、人々はボートたちに犠牲を受けた。今夜は10度の列車、都市全体に緊急事態が宣言する。 CDC はすでに国の中西部地域を隔離し、献身、誠実、品位、これこそがまさにアンブレラ社の基礎をなす根本的な価値観なのです。そしてこの基礎こそが我々人類にとってより明るい未来を作っていくのです。毎晩ひどくなってる。あと3日でこの町ともさよならできる。町が慌ただしい。
誰だろう。はい。ジュ、大丈夫か。ブラッド、どうしたの。今すぐそこから逃げろ。何があったの。説明してる暇はない。そこから逃げろ、今すぐ。わかった、荷物を。大丈夫。大丈夫か。あいつ何なの。さっぱりわからん。ただスターズの生き残り二人を消しにかかってるのは確かだ。君と俺をな。ここから逃げないと。街を見てみろ。ここにいたらもっとヤバい目に遭うぞ。いつの間にこんな状況に。それもわからん。だが悪いことっていうのは重なるもんだからな。結局悪霊と同じありさまだ。感染するなんて。ブラッド、気をつけて。こっちだ。なんて数。奥にドアがある。行け。落ち着いて、一緒に逃げるのよ。いや、どうなるか分かってんだろ。いいえ、分からない。仲間だよな。もちろんよ。それじゃ頼む、俺みたいにしくじるな。行け。ごめんなさい。
ブラッド。ごめんね。助けるふりして俺からこの場所を奪うつもりなんだろ。他は誰よ。お嬢ちゃん、お嬢ちゃん、どうか落ち着いて。私は警官よ、力になるわ。そうかよ、警察はいつもヘマばかりしてるがな。力になる？だったら奴らの一匹でも逮捕しろ。聞いて、このチャンスを逃したらもう誰も助けに来ないわよ。私はどこにも行かない。死体野郎に食われるぐらいならここで飢え死にする方がマシだ。ほっといてくれ。
しっかりしろ、もう大丈夫だ。あなた誰、ここで何を。俺はカルロスだ、助けに来た。立って、まずは安全な場所へ。よし、もう大丈夫だ。だといいけど。この先に生存者を集めてる。この先って地下鉄の車両をシェルター代わりにしてるんだ。安全だ。大丈夫。顔ごすぎか。そうか、分かったよ。よし行こう。おい、マジかよ。どこのバカが閉めたんだ。悪いが別ルートで行く。あなた、あの怪物を知ってるの？いや、あんなやつ初めて見た。でもゾンビとは違う、明確な意思を持って行動してる。好みじゃないか？お断りよ、あなたに譲る。さて、ここまで来たら安心だ。俺らはアンブレラのバイオハザード対策部隊、通称 UBCS。 アンブレラ？ちょっと冗談でしょ？あなたたちがこの全てを引き起こした。ああ、落ち着けよ。何のことだ。俺らはみんなを助けに来た。アンブレラの何がまずい。アンブレラの何がまずい。信じられない。あなたたちのせいで感染者が次々に出てるのよ。そうか、それは初耳だな。別に信じなくてもいい。だがまずはシェルターに行こう。な、行こう。ここだ。隊長、このレディーが助けがいるそうだ。このレディ？カルロス、お前は彼女の名前すら聞いていないのか。彼女はラクーン市警の特殊救助部隊に所属するエリート隊員なんだ。確か名前はなんとかバレンタインだったよな。ジルよ。ああ、よろしく、ジル。UBCS 小隊長のミハイル・ビクトールだ。我が隊は市民救助のために派遣されている。そう。それで状況は？この町は完全に分断され、孤立している。10万人の市民のほとんどが死ぬことになるだろう。いや、死ぬんじゃなく、ゾンビになる。我が隊にも甚大な被害が出ている。生き残るだけでも精一杯の状況だ。ご立派な雇い主のおかげね。まあ、我々としてもあらゆる手を尽くしている。この地下鉄を動かすことができれば生存者たちを避難させられるんだが、助けがいる。我々だけでは手が足りない。わかった。力になる。市民のためによ。あなたたちじゃない。それでいい。大事なのは市民だ。ありがとう、ジル。じゃあ、スーパーコップさん。持っていきな。これで連絡が取れる。無線ぐらい知ってる。まず大事なことから。まず物資を補給しろ。地上階に上がれ。そこにある。分かった。
今向かってる。で、作戦は？俺は線路の瓦礫を撤去する。君は地下鉄の運行システムの復旧を。どうすればいい？まず電力を確保してくれ。大通りまで出たら、俺が変電所までナビゲートする。了解。急ぎましょう。この機械、何かをはめれば動きそうだけど、何をはめるんだろう。生存者はまだいる。早く地下鉄を動かさなきゃ。
カルロス、大通りに出た。変電所はどっち？鉄塔が見えるだろう。そのあたりが変電所だ。右手の路地から迂回すればいける。路地？すごく燃えてるけど。そりゃまずいな。でも君ならそのクールさで火の一つや二つ削る。何よ。火を消さなきゃ。